どうも YouTube から皆さん、ジゴさんキーチャンネルです。今日はね、また散歩動画撮ってます。今日は4月じゃないわ、8月の何日、5日くらいの、水曜日ぐらいです。今ようやく時間も、5時半くらいかな、5時半くらいを過ぎてね、涼しくなってきたんで今、散歩に出かけてます。今日はそうだね、今夕方の景色がちょっと GoPro でどれぐらい撮れるのかっていうのと、まあ、あと夜の景色がどれぐらい撮れるかっていうのはちょっとねテストをしながら、それも兼ねて、散歩しようと思います。じゃあ行きます。ちなみにここは結構長めの下り坂だわ。こういう坂は懐かしいな。うちの実家がね結構坂の上にあって、何メートルかな、100メートルぐらいかな、割と傾斜がきつい坂の上にあるから、よくねチャリで出かけた時にはこういう坂を登ったもんだなと、ちょっとね懐かしくなるね。ちょうどこれぐらいの傾斜できついんだよね坂道。ここは遠州信用金庫の本社かな。割と大きな建物で、この辺りではまあまあ大きい方の信用金庫なんじゃないかな。わお、すごいなやっぱりここは。この十字路は相当だね。いやー車の量多いわ。あ、でもこの時間になるとだいぶ涼しいわ。よかった散歩この時間にして。この夕方のこの太陽の柔らかい光がちょうどいいわ。昼間はちょっと暑くて今外出る気になんないからね、まあ、なんないからねなんて言ってるのはまあ少ないと思うけど、ちょっときついよね。こっから右に入ると野口大通り、ここが野口大通りになる場所らしいですが、なんか大通りって感じはしないな。あでも一本入るとやっぱり急に静かになるね。車通りも少ないし、ちょっと建物は古そうだけど、住むんだったらいいかもねこの辺り。おお、富士、一富士刺身か。こういうとこで魚買えたらかっこいいんだけど。値段の相場とか分かんないんだよな。さてこの野口大通りも多分ここまでだろうね。こっからはまた別の区域、そろそろマスク着用しますか。この辺りから人がねぐっと増えてくるだろうと思われるんで、この信号待ちで、マスクちょっと準備しております。どっちかどっちかいまいち分かんないんだよな。こっちっていう説があるな、こうかな。まあいいや、どっちでも。でこっちに見えてるのが公立静岡文化芸術大学創立20周年。文芸大ってね結構昔からあって、昔は私立の大学だったんだけど、いつの間にか公立になったんだね。ちなみに地元ではね文芸大と言われてる大学、私はこの大学実は2回ほど来たことがあって、1回は高校生の時にね、なんか大学受験の模試をねここで受けて、その時に1回来たのと、あと最近実は来て、ここの図書館もね、学部外の、学校外かの利用もできるっていうことだったんで、その何ここの図書館を利用するための申請しようと思って行ったんだけど、結構ねここに置いてあるやっぱりねこう文芸大っていうだけであって、芸術とかね
そっちは充実してるんだけど、俺がなんかちょっと読みたかったような本があんまりなかったんで、結局ね登録はしなかったんだけど何度か来たことがあります。これは結婚式場かな、多分今ガラッガラだろうけど。そしてここにあるのが東小学校。すごいいいとこにあるよねこの小学校ね駅前もいいとこだな。なんかここの小学校に通ってる子らのなんか親の平均所得高そうだよねこの辺に住んでるということは、つまりピンときたね。ああちょうどいいわこの時間の散歩。いいな、暗くないし暑くないし。でもちょうどこっちに見えるのがこれが大きめの公園かな、割と広い。一応ここを横切って何ていうか整備された通りがあるからそっちに移動しようというふうに思います。ああここ逆光になるけどまあいいでしょう。 あ噴水があるわ。まあ、キッズが遊んでるって感じだね。この辺結構広いな。でこの公園を通り抜けるとここ結構整備されてんだよね。まあこの遠くの向こうを見渡すと分かるけど、向こうのあの大きな通りから、駅に向かって割とねしっかりと道が整備されてます。朝の散歩とか気持ちよさそうだな。でこの辺りはどっちかってね、高官庁街っていうのかな、観光庁街どっちか分かんないけど、あの浜松合同庁舎、あとは裁判所とか、あとは税務署もここにあるのかな。だから何だっけか、確定申告の時とかはここにね、お世話になりました。税務署に来て、でここロータリー式なんだよね。どうやらロータリー式ってロータリーが優先道路なんだね。だからこっちからこっちからこう車が来て一旦停止しないとロータリーって入れないんだね。まあ、ロータリー慣れてないからちょっとこっちが優先な感じするけど、こっちがロータリーが優先らしいですこれこうぐるぐる回るしかないっていう。浜松ここ以外にもね、もう一個浜北の方にももう一個あるんだけど、変わったのがあるね。あ、ここ随分広いな。ここは普段なんかやるのかね、なんかするんだろうな、きっとするときには夜店的なことかな、わかんないけど、たまには自分の顔も、こんな感じで今広場の中心に立ってます。広いよね、とにかく広いところで、あ、犬の散歩もしてるわ、まあ、きっと活用、有効活用されるときには有効活用されているんじゃないかと思います。でこっちにはそのまままっすぐ今この方向に向かっていくと駅にある、駅に着くんだけど、ちょっと今日はねそっちまでちょっと行ってみようと思います。うん、雰囲気もあるな、いい通りだね。夜は多分ライトアップされてもうちょっと綺麗になるかもしれないね。あ、風も気持ちいいわ。まあ俺が風が気持ちいいっていうことは
カメラには相当なねこうゾゾゾゾゾゾって音が入ってるんじゃないかと思いますが、風が気持ちよくて非常にいいです。ここねちょっとしたなんていうかダンジョンみたいになってて、この先に大きい通りが道路が通ってるんだけど、そこ通るためにはこの下くぐんなきゃいけなくって、で下くぐるためにはここ通るんだけどさ、なんかちょっと入り組んでてね、なんかこう下がっていくんだけど、その上によくわかんない歩道橋みたいなのがあったりしてね、ここよくパルクールみたいなのをやってる若手がいたりするな。ここはたまに、今日はいないけど、セミも鳴いてるわ。さあもうようやくこのでかく正面に見えるこのオレンジの建物がアクトタワーで、まあ、駅からはちょっと離れてるけど、ここまで来ると駅前だなって感じがする。そうだね、なんかちょっとシャレオツなバー、まあレストランかな、今日とかやってんのかね。下町バー、ちょっと英語できちゃうんで読んじゃいますか。 It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone. まあ訳しちゃうと、一目惚れするのには1分で、誰かを好きになるのは1時間かかって、誰かを愛するには1日がかかるけど、誰かを忘れるのには一生の時間が必要になる。どういうことですかね。つまり会った人のことを忘れることはないから、出会った人には優しくしようみたいな話なのかな。相手に嫌な思いさせちゃダメだみたいな話、どういうことなんでしょうね。英語は読めても意味は分かりませんでした。この辺りからマスク着用率もぐぐっと上がってきてます。まあ今ちょっとあれだろうな、通勤時間だからちょっと駅に近づくのはやめて、駅は通らずに、まあ今何時、まあ、6時ぐらいか、6時ちょい過ぎだけど、まあメインの繁華街がどんな様子かっていうのをちょろっと見て帰ろうかなと思います。